こんにちは。こんにちは。今日も、はい、都市伝説パート2という、ね、パート2ということで、はい、なんかドキドキするね。どんな都市伝説が出てくるのか、はい、探せば探すほどプロ野球の謎に包まれた都市伝説たくさん出てきたんですけれども、ね、まずは、はい、巨人背番号の呪い都市伝説。巨人の背番号7、はい、本来なら縁起のいい番号だが、巨人では不運な運命をたどる選手が多いらしい。でも背番号7って言ったらラッキーセブンだもんな。本来なら縁起のいい数字ですね。そうですね。まあ、歴史は戦前までに上るんですが、はい、松山商業の4番遊撃手として甲子園の優勝を果たし、そして2度の徴兵などがあった選手がいらっしゃったんですけれども、うん、まあ、その選手がその背番号7をつけてから何かちょっと不吉な数字だというふうに言われているそうです。太陽から移籍して7を与えられた桑田さん、はい、無安打のまま戦力外。移籍先のヤクルトでオートレースの黒い霧事件で逮捕され、1970年に引退。柴田さんですね、有名な。柴田さんは有名だね、はい、12から7に変更したところ、うん、球場では女性との交際をテーマに騒がれ、引退後にはトランプ賭博で逮捕。続く吉村選手、55を7に変えた2年後、1988年に激突で味方選手と、うん、激突して怪我、ね、引退後女性スキャンダル発覚。そしてその7を受け継いだのがあの有名な新岡事件でも有名になりました新岡選手。不倫騒動を起こし、五反田などと、ね、いうあだ名もつけられてしまいましたが、その後日本ハムにトレード。そして現在、長野久義選手は広島に行かれましたが、入団して背番号を7渡された翌月に、まあ、現在の奥様なんですスキャンダルではないのですが、まあね、一応あの女子アナとのスキャンダル発覚ということで、背番号7の呪いというのがあると。これはまあそのな呪いなのかどうか分かんないけど、まあみんなもんな好きだからね。スキャンダルはまあねちょっとあれだけど、ええ、新岡なんか王さんに言われたよね。なんと、いや五反田の安いホテル行ってんじゃねえとか言って、プロ野球選手だともっといいところ行けってあは言われたっていうのはちょっと伝え聞いたけどね。伝え聞いたところ、うん、まあそうでしょうね。7ってそんなに、でも選手としては活躍してるよね、ええ、新岡だって、はい、なんかサヨナラホームラン、優勝決めるサヨナラホームランを打ったりだとか、吉村なんかそのままやってたら怪我がなかったら天才的なバッターになってたし、はい、柴田さんも有名ですよね。いや柴田さんなんか超有名だな、はい、うん、で先輩の桑田さん、桑田さんはね、ちょっと無安打でクビになって、それちょっと厳しいですね、うん、ちょっと厳しいよね、はい、でこれ現在は巨人の背番号7というのは履いているんでしょうかね。そのあたりもちょっと ね調べて皆さんいただければと思いますが、うん、なんと背番号7の呪いだけではなかった、ない背番号15の呪いというのにも巨人はあるということで、巨人では背番号15にも因縁がある。かつてはキャッチャーながら恐怖の8番バッターと呼ばれたの山倉選手、ね、はい、が15番を背負っていました。以降は期待の新人投手に渡されていたんですが、なぜかこれをつけた選手は活躍できない。ファンの間では山倉の呪いと言われております。なんで呪いなんだよ。一軍未登板のまま引退した辻内しかり、ダルビッシュ有とともに東北ビッグ3と称された木村しかり、そして現在の沢村投手も先発からちょっと、まあ、今後ろに回っていると。まあ、故障も、まあ、故障というかね、怪我がちょっと不運な怪我もあったり。いやでもね、はい、俺がね太陽の時に16番だったのね。はい、それからさあの背番号変えようっつって、16番ピッチャーの番号だから、はい、2年目からちょっと番号選べって言われて、3と23と、まあ、なんかちょっと大きな数字があったんだけど、はい、で3っていうのはさ太陽で、はい、ものすごい活躍ができない数字だったのよ、それまで、はい、で嫌だなと思って、3は嫌だ、23にしようかなとか思ってたんだけど、はい、まあ、ある人が、うん、いや君には3番合うから、うんうん、だから3番つけて大丈夫だよって、過去のことなんか気にしないでいいよとか言って3番つけたの、うん、でも活躍できたから、だからまあ呪いは確かに
どうなのかわからない。お前真面目、お前いや。これ真面目にね、都市伝説を検証する番組ということで。いや、だからその人に合った数字を、やっぱ球団が責任を持ってつけてあげるということがやっぱ大事だと思う。はい、別にね、山倉さんが呪ってねえし。呪ってない。呪ってない。奈々も呪ってない。ちょっと女の子がついてるかもそうですね、7はちょっと女性のねちょっと多いな、女性の霊が後ろに見えるかもしれないですね。7はちょっと一回お祓いに行った方が、まあそうだな、前回のカネルサンダーの人形とともに、うん、7は一緒に、ちょっとねお祓いに行った方がいいのかなと、いいかもわかんないな、ね、はい、これは事実も半分ぐらいはまああるのかな、あるなかもしれません。続いてです、はい、アンドリュー・ジョーンズ霊能者都市伝説。楽天に在籍したアンドリュー・ジョーンズ外野手がフラッとブルペンに現れた時の話です。コーヒーを片手に投球練習中、ある投手を5球程度じっと見つめていました。で、次の投球モーションに入った瞬間、おもむろに口を開いた。ファーストボール、これ直球という意味なんですね。いや、だからこうやって振りかぶった瞬間でしょ、投げる前でしょ、はいはい、投手が投げたのは直球だった。さらに次の投球モーションに入ると再びつぶやきました。スライダー、投げたのはその通りスライダーでした。ブルペンがざわついたというこの都市伝説。ただ霊能者かと思いきやグラブのシワで判断していたということが後日明らかになりました。毎日一緒に練習する投手陣、コーチすら気づかない癖を一瞬でこのアンドリュー・ジョーンズ選手は見抜いていたということで、まあ、誠しやかにささやかれた都市伝説でございます。なるほどね、うん、まあこれはね、天才的な人がいるんだよ、癖を見抜く相手の、例えばこうなったこうなった、これだけでもう球種がわかるとかさ、例えば振りかぶったこの肘がちょっと開いた、はい、ちょっと狭くなった、うん、これだけで球種を読むっていう人が、はい、やっぱ日本人の中にもたくさんいるわけよ、ええ、でもそのアンドリュー・ジョーンズってやっぱメジャーの一流選手だったから、はい、やっぱそういうところまで自分で研究してたんじゃない、打席に入った時ももしかすると若干動きなどを見て見抜いて来た球を打ってたのかな、スライダーって言って、スライダーいやいいね、これ味方が見抜いたわけでしょ、ま、だから相手が分かってる可能性があるから、あ、だからその投手はその投手はものすごく助かったかも分かんない、そこでね、ああ一時期大谷投手はその顔の表情で投げる球種がちょっと分かってしまうので、うん、栗山監督がねちょっと直したなんていうこともありましたけど、だって左ピッチャーでまっすぐの時は口つむってんだけど、はい、カーブの時はが出るやつがいた、誰ですか、それはね中条っていう選手、もう左の今ではこう球団一人ぐらいいるじゃない、宮西だとか加山だとか、はい、ああいうピッチャーが代表されるようなピッチャーがいるんだよ、いたんだよ中条って巨人に、はい、でどっかないかなと思って探したら、はい、ぐらい出したらカーブ、癖は出てしまうんですね、本人も気づかない、なくて7癖、はい、ね、だからアンドリュー・ジョーンズなんかやっぱり一流だよね、そこをもう一瞬で見抜くっていう違いを、そうですね、あそういうことをして打ってきた打者なのかもわかんないけど、はい、なんていうの、タオさんとか、あ、タオさん、はい、うん、ああいう人はもう癖見抜く天才だって言われてるね。でもそういう方が、うん、そのコーチなどでいると助かりますね。あのね、アテネ行った時はね、金子誠、はい、今全日本のヘッドコーチやってる、やってます、ね、日本ハムのバッティングコーチやってる、はい、あれが見抜くのがすごい長けてて、はい、ただ選手によってはそれを聞きたくないっていうやつもいるよ、それをそればっかりに集中しちゃうから打席で、だから打てなくなるからこう聞かさないでくれ、じゃあ聞きたいやつはこっち来て、聞きたくないやつは外に出ろって言って聞かしたりだとか、そういうこともやったこと、だからやっぱもう一流だよね、大したもんだよね、すごいですね、うん、もうアンドリュー・ジョーンズこれはもう都市伝説というか、まあすごい選手、いやすごい選手だったと思うことで、まあ都市伝説はいくらでもあるけどね。最後、はい、東京ドームドームラン都市伝説、うん、他の球場であれば外野フライ程度の打球がなぜか東京ドームでは異様な伸びを見せてホームランになるという都市伝説、空調操作によって読売ジャイアンツの攻撃時のみホームランが出やすくなっているというふうな証言をしている関係者の方もいらっしゃるということですね。これはね、ドームができた当初、はい、屋敷がセンターいて、屋敷がフェンスを全く意識しないでバーンって当たってこけてホームランになったの、
で屋敷がちょっと傷んでたんだけど、でベンチに戻って屋敷どうしたって言ったら、ボールが全然落ちてこないですよ。だから感覚的にもう取れると思ったんじゃない、屋敷の感覚でも、それがファ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 伸びるって。だから俺らも言ってた、空調が変わるって、風が自分たちの攻撃時と守ってる時全然違う、全然違う、うん、だからジャイアンツは入るけど俺ら入らないみたいな、そういうのはあった。実はファンの間でもそれはもう噂されてましたね。私もこれは聞いたこと、うん、聞いたことあるでしょ、あります、これは変な空調が吹いてるっていうでしょ、はい、いや、それで東京ドームの人に確認を一回したことがあるんだけど、空調を上げることはできると、はい、だけど何分もかかるよって、うん、その風を起こすにはって、はい、だから攻撃に入った瞬間にスイッチを押したって、はい、そんな風は起きないっていう否定はされたけど、あくまで否定はされていたけれども、うん、それが事実かどうか、それは分からない。分からないけど、守ってた人間たち、はい、うちの太陽の外野主人は、ボールが落ちないっていうことを盛んに言ってた。やっぱり俺らのは落ちると。東京ドームではそういう摩訶不思議なことが起こる、うん。起こったって。だからなきにしもあらずだけど、確信はちょっと分からないよね。はい、まさに都市伝説。都市伝説だね。今はどうなんですか？今はね、当時よりも風が吹かない、はい、ということは当時は風は吹いていたということ、吹いてたんだよね、多分ね、空調をかなり上げたんだと思う、その当時は、うん、だって東京ドームに入った時は寒って感じる時あったもん。でもあれは投げるピッチャーによって温度を変えてたっていうよね。例えば汗をかいて、たくさんかいて投げたい人は温度を高めにするとか、はい、でも汗をかきすぎると体力がなくなるじゃない、はい、消耗するじゃない。そういう時はちょっと下げてたと。それ巨人のピッチャーに合わせてた。なるほど。だからそういうこともやっぱドームってできるということだよね。なるほど、うん、これはちょっと奥が深い都市伝説ですね。まあそうだね。そうですね、はい、今日は3つご紹介しましたが、あなたの身の回りにあるプロ野球にまつわる都市伝説募集したいと思います。コメントなどに書いていただければ、高木豊氏が一つ一つ検証してまいりたいと思います。